皆さんこんにちは、鈴由美です。キランシャキーン。はい、今日は韓国旅行の2日目です。2日目はカンナム区の方に行っていろいろ巡ったり、あとはお土産を買ってないんでね、買い物して、で今日一番楽しみにしてるのが夜カンジャンケジャンを食べに行きます。まあ、1日目も予定通りに進まず結構予定変更したんですけど、まあ、今日もどうなるか分かりません。はい、じゃあとりあえず2日目行きたいと思います。レッツゴー。いただきます。マスター、うん、キムチマンドゥかな。うん、辛い。初めてのキムチじゃない？うん、ニンニクで、うん、適当にいいかな。うん、お姉ちゃんのチョルミョンです。
カサロンズ。カス。カス。カンジャンセウ。シュクミ。カンジャンケジャン。これなんだ、お鍋。カニのお鍋。すごい量です。はい、ケジャンを食べに来ました。カス。なんかね、このセットメニューと食べ放題メニューを頼むと、おかずとマッコリとキムチとかそういうのがセルフバーでついてくるので、食べ放題みたいな、そんな感じのシステムです。じゃーん。チュクミ、これすごい結構辛いっぽい。ここまで、うん、うん、おいしそう、うん、タコの食感がちょうどいい。ケジャンご飯を作ります。ケジャンを乗せたご飯を、カンジャンセウ、剥くの大変だったわこれ、うん、食べるの大変だけどめっちゃうまい。嗯。我妈那旁边都在。
ごちそうさまでした。はい、それでは韓国旅行の2日目が終了しようとしています。いっぱいお土産を買いました。とにかくね、ラーメンをいっぱい買いました。結構お得に5プラス1のやつを攻めてきました。でも何回も来てるから、そろそろこう観光地巡りとかいうよりは食べたことない料理に挑戦したりとか、あとはなんかイベントとかそういうのやってたらそれに参加してみたりとか、これからそういう風になっていくんじゃないかなと思います。韓国はね、お酒の種類が少ないから、その面ではこうお酒を楽しむというよりやっぱ食を楽しむっていう感じかなと。はいね、一番楽しいことなんだった？はい、一番楽しいこと、イケメンを見たこと。イケメンを見たこと。トンデムも楽しかった。トンデムも楽しかった。ああ、アクセサリー、うん。では韓国旅行の動画1日目と2日目ご覧いただきありがとうございました。また次からの動画もよろしくお願いします。すずゆみでした。バイバーイ。アンニョン。石焼きも、お芋。